ベッドーレ・ロースラー・フランツの水彩画、1880年のローマ・ゲットを描いている。ローマ・ゲットは、ローマのマルケルス劇場やテベレ川の近く、サンタンジェロのポルティコ・ディオッタビア、ルンゴ・テベレ・デ・チェンチ、プログレッソ通り、サンタマリア・デル・ピアント通りなどに位置したゲットである。もともと、ローマ教皇は、他のヨーロッパの君主たちと同様にユダヤ人の金戦力を利用する代わりに、 彼らを保護するのが一般的だった。しかし1555年5月に狂心的な反ユダヤ主義者だったパウルス4世が教皇に選出されると方針が転換された。彼はユダヤ教にはキリスト教を脅かす致命的影響力があると盲信しており、教皇に選出されてわずか2ヶ月後に直所を出し、ローマのユダヤ人の隔離を命じた。 ローマユダヤ人は全員テベレ川の左岸に追いやられ、その区域は塀で囲まれた。このゲットをきっかけにして芝叩く間に、強行領中にゲットが作られた。以降の教皇も強行領のユダヤ人をゲットに押し込め、他の君主にも同じ処置を取るよう圧力をかけるのを、ユダヤ人政策の基本方針とするようになった。 ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍により強行領が滅ぼされるとローマユダヤ人は市民解放を受けゲットーからも解放されたが1814年のナポレオンの敗退で強行領が復活してしまう。そして強行はローマゲットーを復古させた。強行領がイタリア王の支配下に入った1859年に すでに他のイタリア領で認められていたユダヤ人の市民権がローマのユダヤ人にも認められた。しかしローマゲットは1885年まで存続し、これは西ヨーロッパのゲットで最も遅い解放であった。ジョンソン、上官 P405 ハットエビー・ジョンソン、上官 P406 ワース、P142 ワース、P144 ありがとうございます。